ペール・セインツは、イギリスのロックバンド。1987年、リーズにて結成。イアン・マスターズ、クレアム・ネイ・スミス、クリス・クーパーの3人で結成され、当初は、初期プライマル・スクリームの影響を受けた、ギター・ポップ・バンドとして活動していた。1989年、彼らのロンドンでの初めてのギグを見た 4AD のオーナー。 アイボ・ワッツ・ラッセルはその場でバンドと契約を結ぶ。同年9月には EP バージング・イントゥ・ザ・プレゼンス・オブ・ゴッドでデビュー。この頃からノイズ・ポップ的なアプローチが目立つようになる。同年、ライブのみでのギタリストとしてアシュリー・ホーナーが参加。1990年2月、プロデューサーにギル・ノートンとジョン・フライヤーを迎えて制作されたファーストアルバム。 狂気の安らぎをリリースし、前衛チャート40位にランクイン。インディーズチャートでは1位を獲得する。アルバムリリース後、元ラッシュのオリジナルメンバーであったメリエル・バーハムが、ギターボーカルとして加入し、バンドはツインボーカル体制に移行。同年10月には EP、ハーフライフをリリースする。表題曲ハーフライフリメンバードでは、当時流行していたマッドチェスターを意識したアプローチも、 見られた。翌1991年にかけては、同じ 4AD の先輩格であるピクシーズのツアーにサポートアクトとして同行したほか、2月には、福岡、京都、大阪、名古屋、東京、札幌をめぐる来日ツアーを果たしている。同年6月、EP、フレッシュバルーンをリリース。ナンシー・シナトラのカバーである、キンキー・ラブがマイナーヒットとなる。 1992年3月にセカンドアルバム、In Ribbons をリリース。Hugh Jones をプロデューサーに迎えた、このアルバムはツインギターになったことでよりノイジーな作風が強まった。一方、前作に見られた焦燥感は消え去り、スローテンポの楽曲が中心となった。その後ブーラドリーズとのダブルヘッドラインツアーや初のアメリカツアーを観光するが、 1993年にイアンが脱退。新ベーシストとしてコリーン・ブラウンが加入し、1994年にサードアルバムスロービルディングスをリリースするが、このアルバムを最後にバンドは自然消滅的に解散。ありがとうございます。